お邪魔します。お願いします。昨日仕入れてきたコストコの、いいですね。バーベキューといえばやっぱコストコじゃないですか。あ、聞いてくれてます。うん、バーベキューといえばコストコ、はい、そうそうそう、はい、昨日仕入れてきた。うわーすごいな、いいねいいね。あーいいよいいよ、すごくいいよ。まあ塩コショウは後で振ってもいいですもんね。全然 OK。 うわーすごいな、すげえ肉。ちょうどあの自宅屋上にコンセントを作っといたんで、うん、もう自宅やったらもう このホットプレートでいいじゃないですか。そうやな、はい、いいな、うん、これも折りたたみのカインズホームの1000円やったんで、うん、これに十分です。十分やな、はい、これ入れてもらって。え、何ここでこうしてこうくつろいでたら、うん、あー俺東京で成功したってみたいな感じになる。ここそうですね、やっぱり駅も近いですし、あ、まあ、地下でも特に思いますけど、地下で東京景色見てっていうか地下でもやっぱ思いますね。あ、地下で思う。あ、やっぱ屋上って結構、まあ、他の自宅でもあるじゃないですか、うん、あるってあるじゃないですか、まあまあまあ、地下ってなかなかやっぱり食えるもんじゃないと思うんで。確かにな、地下はいいよな、まあ、地下というか練習場いいよな。そうですね、まあ、なかなかね、前言ったジムで動くっていうのも動きづらい。そうやな、うん、あとはあのインターバルの時計買ったらいいな、うん、3分のあれ結構大事やもんな。そうですね、それは必要かもしれない。なそのうちさ、サンドバッグ叩いとったら、うん、なんかもう飽きたなってなって、うん、はい、トレーナー呼ぼうかな思って、トレーナー呼ぶで。ああ、そういうことですか。うん、なんかもうトレーナーでミットするね、ミットして、うん、わざわざあの誰か知り合いから。そうですね、あの、まあ、キックもそうですけど、うん、あの持ってもらうミットはあるけど、そうやろ、はい、まず嫁じゃ無理じゃないですか。そうそうそう、俺一回嫁に持ってもらったけどな、あのこんなボディバッグ。あ、そうですか、うん、あの日頃恨みを込めて殴りまくっとった。一番切れとったな、時の俺のパンチが。切れてますね、一番。あれ現役時代でも一番切れてたな、時の俺のパンチ。本当ですか。誰にも負けへん気したもんな。そんなに憎まれてるんですか。いや、俺が憎んでるから。俺が殴ってるから。そうそう、だからまあ。そう買って、それ買えば、まあ、素人でもそんなに痛くないじゃないですか。いや、痛いな。うん、奥さんはまず無理やから。喧嘩になるからあかん。マネージャーとかに もらおうかなと思う。ああ、そうやな、やっぱな。どうすかこれ、なかなかいいんじゃないですか、うん、切る、あ、切った方が焼けんのかな、これ今。そうですね、もう一回裏面焼いてから。そうか、はい、バチバチ切ります。でも、これ本当にいいじゃないですか、この具志堅さんがどこにいても、うん、なんか幸せな気分になれるじゃないですか。あ、まあ、別にならんけどな。でも世界チャンピオンシリーズの、まあ、売れるかわかんないですけど、このあの世界チャンピオンシリーズのこういうガチャガチャ欲しいですよね。え、これ何でもらった？これ沖縄のガチャガチャで、そう、はい、出てきたら、まあ、シーサーとかいろいろ種類がある中で、具志堅さん当たった。具志堅さんだ。具志堅さんが当たったな。あ、そう。ちょいちょい具志堅具志堅言うから具志堅が当たった。言ってました。言ってた。めっちゃ言ってた。いや、だってでもこのまあ芸能人とかあの全然知らない人とかってやっぱ呼びつけ呼んだじゃないですか。まあまあ、まあ、子供の頃は、まあまあまあ、その感覚ね。いや知ってるからな。めっちゃ知ってるし、何やったら防衛回数もう一個のところまで行くぐらいの感じじゃないですか。この間具志堅さんの YouTube でバンタム級ランキング柔らかく2位にしてくれてたの。なんかこの間やってた具志堅さんが自分でそんなんこんなん具志堅具志堅言うてんの聞いたらランキング6位ぐらいは落とされて。一応3はつけた、まあ、ヒーローという意味で呼び捨てになった時もあったかもしれない。いやでもこれ多分美味しいと思います。このみすじ美味しそうやな、はい、もう切れる。そうですね、俺切れるかな。ちょっと1回だけ切れるかな。左でこれ左利きよ。ちゃう？いや、包丁だけでしたね。なんでこれを左利き、だってみんな左利きなんやったら左利き用でいいの。
いやでももう左利き用なんてないんで、左利きの人がうまく使わないといけない。僕も左なんで、頭の。あ、そうなの。あ、右でした。あ、切れ、え、右右でした。なんで嘘つく。いや、ね、なんでそこ嘘つく必要は。いや、違う。ほら、切れへんや、やばい。やることによって変わってくるんで。ほら、すいません、持ってもらっていいですか。じゃあ、右なんで。はい。せやな、ハサミってほんま左切られへん。いや、そうなんですよ。ストレスなんですよ。あ、いい感じ、いい感じ。でも本当はあの、まあ、今日はこういう YouTube ですけど、YouTube でない時にも、たまに本当に来た時に、時間あったら、ほんま、やりましょうよ、昼間に。やだやろ。昼から。ほな、もう俺、今度から東京泊まる時ホテル取れへんわ。あ、それは取ってもらっていいですか、一応。いや、なんでドミアイス。俺もあの、別に、あの、玄関でいいし。アイスドミ、玄関で。玄関でいいから、別に。ちょっと今度はあの舞台で1週間から10日ぐらいこっち来なきゃから。ああ、そうですね。ホテル取らへんわ。あ、ちょっと長いですね。ちょっとせめて200とかにしてくださ200はいいやん。200はいいとき3泊目ぐらいから嫁が機嫌悪くなるんで。いや、まあそうやろな。それでも折れる俺のハートの強さ。今日機嫌悪いですなって奥さんに。どうしました。ああ、これはうまい。これ、OK。 ちょっと今は風強いですけど、良くないですか。いや、めっちゃいい。いや、もう今日の温度最高ですよね。これも、また。これも最高。あ、これで自分でやります。あ、そっちの方がやりやすい。そっちの方が早かった。じゃあ、俺ちょっと焼くわ。絶対。じゃあもう先肉食べていいですか。食べて食べて。もう焼けてるもんから言ってください。いただきます。いただきます。初じゃないですか、コストコの。コストコって初行ったことないらしいじゃないですか。初めて初めて。しかもこれうまいらしいな。あ、何うまい。何でめっちゃいいですよ。歯応えがいい。パサパサじゃないし、脂っぽくない。めっちゃ歯応えがいい。ほんまや。いいっすね。うまっ。うまいですね。安っ。めっちゃうまくないですか。うまい。塩コショウの塩梅がうまいかな。めっちゃうまい。え、マジで。コストコの肉やばい。うまいですね。うまい。僕もこれは初めてなんですけど。見せて。コストコの、あの、食べ物、食品、結構好きなんで。あ、そうなんや。うん、あ、うまいわ。これいい。全然うまい。全然食べれますね。歯ごたえもあるし、量味もしっかりしてる。量食べれる。全然食べれる、ね、うん、しつこくないし。2人の出会いですか。2人の出会いは、はい、まあキャンプですね、うん、キャンプを一緒に走り込みのね、キャンプ一緒に行って。松川さんが現役 の, あのバンタム級のチャンピオン時代に、僕は全然まだチャンピオンでもなく、日本チャンピオンでもない。あ、でも山中君が挑戦する時ちゃう。あ、そうですね、うん、はい。で、挑戦する前、まだ決まってはなかったぐらいなんですけど、はい、で、聞かれたんよ、俺アナウンサーに、あの、キャンプに来た記者の、はい、テレビ局の人に、はい、山中さんの左どう思いますかみたいな、うん、で、俺正直あの自分が現役の時はあんまり人の試合見てなくて、うん、正直分からなくて、うん、いや彼の左はやばいですね、すげえっす、あんな左打つ日本人いないっすって適当に言った。ごめん、覚えてる、申し訳ない、ここで謝る、どうもすいませんでした。ちゃんともうちょっと謝ってください。いや申し訳ございませんでした。しかも普段のによくそんなん言いましたね、うまいこと。でも俺マジで一個だけ覚えとったのは、岩佐戦は見てん、はい、うん、あの時に左、あ、岩佐戦しか正直見てないんだけど。大事ですよ。いや結構ガチでちゃんと見た。あの、まあ左、まあ、すごいのは覚悟を持って打ってるからって言ったのは覚えてる。あ、はい、うん、めっちゃ覚えてます。うん、そうだから左を打つ時の左に対するこう覚悟は、それも知らんかったのによく言いましたね。あ、でもそれは岩瀬戦見て思ったから。あ、そういうことですか。うん、岩瀬戦の前のコメントに入ってましたよ。
あ、じゃあそう、あ、じゃあ岩瀬の前やったんか。岩瀬に向けてのあれかもしれん、もしかしたら。そう、めっちゃ覚えてるんで。それは覚悟を持って打ってるからすごいし、強烈やし強いっていうのは言ったら覚えてるんだ。あとはちょっと細かいこと聞かれたけど、ほんまに試合見てなかったから分からんかった。でもそんなもんすかね。うん、でもまあまあそれは大出たと思うし、実際そうやったから。では出ないですよね。それこそ本当に、まあもちろんチャンピオン時代に経験で、まあ、スパーリングとか練習経験ジムでされてましたけど、あのなかなかこうお話しする機会もなかったんですけど、それこそさっきのあのキャンプですよね、うん、キャンプが一番のきっかけですね、はい、成田キャンプで。でもまあそこまではそんなにやったな。そうですね、うん、キャンプも本当にこう僕的にもっと深くなれたのは最後の試合の2016年の7月ぐらいにあったキャンプで青木内緒に行って、そこでまあ本当に深くなれたんじゃないかなと思いますね。例えばダブル世界戦の前ですもんね、長谷川さんの本当の最後の、そうそう、最後になった試合の前の合宿で。そうですね、それを覚えてますね。まあもう山本君がもうそのプロ入って、うん、まあ、始めていく中でもう長谷川さんでも活躍、うん、いや、もちろんです。だって僕が学生の頃から、大学生の頃から世界チャンピオンになってましたから、はい、ライバルとかっていう問題じゃなかったんですけど、やっぱりそれでも、あの、プロに入ってから世界チャンピオンになるっていうのはもちろん夢でしたし、で、バンタム級でやってたんで、うん、そこはあの、長谷川さん目標にするわけじゃないですけど、まあ、最終地点はそこやなっていうのはあったんですけど、まあ、なかなか自分が上がれない中、すごく活躍されて防衛してる姿を見たら、まあ、すごかったですね。ああ、そうか、もうこういう下の世代が来たのかっていうイメージですね、一緒にキャンプ初めてした時も。まあ、年齢は年齢は2つしか変わらないんですけど、そう、もう全然。いや、僕はその、まあ、憧れたパンチはあったんですけど、長谷川さんの。やっぱり自分のスタイルがあるんで、それをすることは無理でしたね。あの、返しの右フック、うん、あれも超現実ですよね。あのビラポン2戦目の、はい、ああいうような返しって、まあ、僕のスタイルではできないんで、左ストレート、僕の左ストレートを打ってからあの返しって絶対できないんで、まあ、なかなか真似しようと思ってもできなかったんですけど、でそのストレートの後の返しのフックって大事ですし、見た目もかっこいいですし、だって自分にないところっていうのは、あの、右フックでしたね、はい、特に、まあ、接近戦でももちろんできますしっていうのはあったんですけど、一番は、はい、僕はね、その変な意味じゃなくてないですね。っていうのも一緒、山田君と一緒で真似できないスタイルなんで、やっぱあの左がもちろん一番強いんですけど、左を打つためにジャブをテンポよくタイミングずらして、そして的確に打つスタイル、そしてそれに合わせて左を打つっていう、まあ、あの右はあんまり考えてなかったかな、そこまで。そうですね、うん、だからあれは 僕のスタイルじゃないから、僕はやっぱ右も左もパンチがないから両方使って戦っていくスタイルで、僕パンチがあれば真似したかったと思うんですけど、パンチないんでね、まだ やらなかったですね。そうですね、あの思いましたね。でも左でバンバン倒すけど、正直なんであの左をあんなに対戦者もらうかなって思ってますよ。だって僕じゃあ僕が同じことしたら左当たるじゃないですか。でも当たらない、なんでかなと思ってたんですけど、やっぱ山中君のいいところは、まあ、左ももちろんですけど、やっぱ右がうまい、あと間合いがうまい、でそのさっきも言ったように左にかける思い重なって、あのスタイルといい、あのパンチを生んでるんで、ちょっとあれはできないですね、うん、うまいですね、うまい、うまさがあります。お
まあ最後の試合はそうやったな。本当それで今の長谷川さんと僕の関係いさせてもらってるなって思います。あのその前に菊間のチネスと山田君が何度目の防衛の時はやっぱ違うんで、同じ会場でやるし同じ興行やけど、なんかそこにたまたま別のチームが集まったって感じやもんな。まあ、知ってるけど、お互い知ってるけど、まあ、走り込み合宿ももちろん一緒ではなかったですし、そうそうそう、だからそんなになんか、うん、ちゃいましたね。最後の試合はやっぱ一緒にやってるんで、やっぱり両方勝ってこそのこの合宿の成果でもあるなとは思ってたんで、うん、そう言われたんですよね、うん、ダブル大転マッチで2人が勝って初めてこの興行はあの成功になるっていうふうに言われたんで、まあ、それなかなかね、お互いがこうヒヤヒヤしながら劇的な勝利で勝つっていうのはないっすよ、世界戦、ダブル世界戦 で、ね、どっちかね、しょうもない試合したり負けたりとかっていうのはあるんですけど、そうそう、両方が本当に、まあ、いい内容、熱い試合で勝利できたんで、それが本当に今の長谷川さんとの関係をなんかこう、そうだね、うん、に繋がってるかなっていうのはありますよね。はい、いや、そこまでも正直その、まあ、自分自身だけっていうふうに、はい、思っていましたから、うん、その時はそういうプレッシャーもなかったですね、はい、逆にそれこそそのダブル世界戦であの一緒の勝利を挙げた試合の方がプレッシャーでしたよね、はい、長谷川さんの最後 の KO シーンがすごかったじゃないですか。なんでもう会場がめちゃくちゃ盛り上がってるん で大阪府立めっちゃ近いじゃないですか、控室会場とめちゃくちゃプレッシャーで、いや思ってないです、大学で、まあ、やめれない方やなというか、それはずっとなんとなく思ってたんで、そうですね、あの決断はちょっとびっくりしましたね、うん、はい、そうやな、まあ、絶対そう、はい、決断されたんですけど、もういいじゃないじゃないですか、まあな、うん、余力は残し多少残してたから、はい、だから勝ってやめられると、まあ、今ももちろん練習されてますけど、まだ動けるっていうのは絶対あると思うんで、もっとあるんで、そうですね、はい、勝ち逃げです、だから人生勝ち逃げがいいです、そうですね、まあ、山田君がたまに練習してるけど、俺毎日練習してるし、スパーリングをなしたいんだ。スパーリングですか？山田君かな。まあ、まずマススパーでもいいやけど、まあスパーリングやな。うん、で、現役時代交えなかった二人やから、一回ちょっとこう引退したからこそできる体制もあるんかなと思ってな、うん。スパーリングをしようかなと思って。それのちょっと今日は。あ、今日このために、まあためにじゃないけど、はい、まあちょっと約束もできたら面白いかなっていう、これだって見てる方もえ、マジでやってほしい、見たいって言われたほとんどがそうやったテレビは全然面白いできればな、まあこれは無理やけど見に行く人もいっぱい来てもいいかな、でも多分ほんまできたら盛り上がります。